では予報センターから台風の情報についてお伝えします。まず台風15号の情報です。午前9時現在ですけれども、台風15号、福岡市の北西およそ50キロの海上にあって、北西方向に進んでいます。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルとなっています。台風15号ですが、この後も北寄りに進みまして、今日午後9時には朝鮮半島の南部で熱帯低気圧に変わる予想です。で、その台風を取り巻く湿った空気によって現在広い範囲で雨が降っています。この現在の雨雲の様子ですけれども、西日本の太平洋側、特に宮崎県や高知県、徳島県南部に活発な雨雲がかかっています。で、また中部エリアを見てみますと、愛知県ですとか静岡県、こちらの方にも雨雲が入っていまして、今日は東海から西のエリア、この後も強い雨に対して注意が必要です。で、今現在の雨なんですけれども、この24時間に降った雨の量、特に奈良県の南部や高知県で多くなっています。場所によっては150ミリを超える大雨になっています。で、さらにこの後の予想です。左側、雨雲の予想ですけれども、今日の15時の予想では、西日本の太平洋側のほか、近畿中部や中国エリア、また九州北部でも引き続き雨を予想しています。で、この状況、今日の夜にかけても続く予想になっていまして、特に西日本の太平洋側で雨量が多くなる予想です。今後の雨量の予想ですけれども、今夜遅くにかけて高知県や宮崎県、そして紀伊半島の南東部ではさらに100ミリ程度の雨が予想されています。大雨に対する警戒が引き続き必要です。そしてもう一つの台風16号ですけれども、こちらは午前9時現在南シナ海にあって西の方向に進んでいます。明日からあさってにかけて西寄りにさらに進みまして、18日の午前9時までには熱帯低気圧に変わるというふうに見ています。台風16号による日本への影響はないというふうに見ています。台風15号はこのあと朝鮮半島南部の方向に進んでいくんですけれども、西日本では太平洋側を中心に強い雨の恐れがまだあります。引き続き今後の台風情報にご注意ください。以上、予報センターからお伝えしました。